はい、本日はですね、ノースフェイスのバーサタイルパンツの紹介していきたいなというふうに思います。で、それがこちらなんですけども、なんでこのバーサタイルパンツを買ったかというとですね、僕このショートバージョンというのを持ってて、まあ、それがこちらになるんですけど、これは結構動画でレビューするために買ったんですけど、結構気に入ってて、普通にガンガンプライベートっていうかいつも履いてるんですけど、まあ、これ持ってるから別にロングの方いらんちゃいらないんですけど、なんかたまたま見た記事で大人のイージーパンツっていう文言があって、それめっちゃおしゃれやんと思って、ちょっと一回買ってみるかと思って、まあ、今回購入したっていう流れにはなっててですね、前言ったみたいにイージーパンツっていうことになってるので、結構ゆったりしたシルエットで履けるんですけども、まあそれでも子供っぽくならずに大人っぽく履けるような感じのアイテムっていうことになってて、一応ロゴがですね、ここにワンポイント、ノースフェイスっていうロゴがあるんですけども、それ以外はシンプルな感じになってるので、まあ早速細かいところを見ていきたいなと思います。まず一つ目の特徴がですね、まあめちゃくちゃ軽いっていうことになっててですね、このバーサタイルショーツともう質感はほぼ同じで、ただただ丈が長いか短いかっていうだけの差なんですけど、まあこれは長いタイプになってて、それでも軽くて、まあこのショートの方はめちゃくちゃ軽いんですけど、まあ、それを引き継いでるような軽さっていうことになっててですね、まあ、重さがどれぐらいかっていうと 245g っていうことになってて、まあ、大体 245g って聞いてあーってなる方は結構少ないと思うんで、一般的なものに例えるとするなら、バヤリースってオレンジのジュースあると思うんですけど、あれが 245g なんで全く一緒ってことになってて、まあ、ちなみにバヤリースは60年ぐらい愛され続けてますっていうことやったんで、60年以上前からあるらしいんですけども、まあ、それとバヤリースと同じぐらいの重さっていうことになってて、まあ、その例えが分かりやすいかどうか分からないんですけど、一応まあそんな感じになってるので、まあ、めちゃくちゃ軽いっていうことで、着ててですね、重い服とかあと硬い服っていうのは、まあ、着て疲れるのでなかなか着ようっていう感じにならなかったりとか、あとまあそれ以外に軽いっていうところで言うと持ち運びとかもできるので、まあ、例えば旅行に持って行ったりだとか、あとまあ何かしらの着替えで使えたりとかすると思うので、まあ、大人の方とかやったらですね、まあ、いろんな諸事情によって着替えがいるシーンっていうのはあると思いますので、そういった際にこういうバーサタイルパンツ履くっていうのも、まあ、一つありかなというふうに思います。で、まあ僕も実際履いてみたんですけど、まあ履いた感じもやっぱ結構軽くてですね、まあ後でサイズも言うんですけど、これ XL を購入してて、だいぶ大きめに履いてるんですけど、まあそれでもですね、厚い感じとかはなくて、ナイロンなんですけど薄い生地になってるので、履き心地としても結構軽やかな感じかなというふうには思いました。で、二つ目がですね、撥水の加工を行われているっていうことなんですけど、まあこれはですね、このバーサタイルショーツの方もそうなんですけども、撥水の加工っていうのが行われてて、まあ撥水の加工って要は何ですかっていうと、まあこういったですね、水っていうのを弾いてくれるようになってて、あ、ちなみにこれは飲み水じゃなくて水道水なので飲めない水です。まあこういう感じでですね、まあさらーっと垂らしていっても、こうやって弾いてくれるような感じになってまして、まあ一応下はですね、ゴミ箱を用意はしてるんですが、若干ちょっとゴミ箱から外れたりはしてるので、この辺で終わりたいなと思います。まあよく見てもらったら、この辺に少し水滴は残ってるんですけど、あの程度の水であれば全然弾いてくれるっていうことにはなってるんですが、まあもちろん撥水なので、がっつり雨が降ったり、がっつり水がかかったりすると、全然びちょびちょになったりしますし、水は浸透するので、あくまでカッパとかにはならないんですけども、多少の水であれば弾いてくれるっていうような機能がついてます。まあ、例えばバーベキューとかでですね、川とかでバーベキューした時に、こういうナイロンの撥水ついてるパンツはいいんですけど、まあ、コットンのパンツとか履いちゃって水が飛んできたりしたら、こうなんか漏らしちゃった感が出る時ってあると思うので、まあ、そういうのが嫌な方とかであれば、まあ、こういう撥水の加工がされてるのっていうのはありがたいとは思うんですけど、まあ、僕個人的にはそういう夏場はハーフパンツが履くこと多いので、基本的にこういうあんま長ズボン履かないので、まあ、この撥水の加工が僕にはそんなに恩恵はないんですけど、人によってはあるかなと思います。まあ、ただですね、これも撥水の加工なので、何回も洗ったりすると、その加工はもう取れちゃって、べちゃーっていう感じになるんですけど、まあこういった加工があることで、まあちょっと海辺とか水辺のところとかでも履けるようなパンツにはなってます。で、次の特徴がですね、このウエストであったりとか、あと裾の部分っていうのがですね、ゴムになってるっていう仕様になってて、もともと先ほど言ってみたいにイージーパンツで少しゆったりめなサイズ感でできてるので、この足元の足首でキュッて締めたりとか、あとウエストのゴムとかでキュッて締めることによって、まあ脱ぎ着とかも楽にできますし、で、なおかつ、まあサイズがちょっと大きいなっていう方とかでも足首でキュッて止まってくれるので、まあその辺は快適さを重視して作られてるんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ、いかんせん僕はこれ XL で着用してるので、ウエストはめちゃくちゃ余裕あるので、ウエスト普通にこれだけやったらもうちょっとズボンって落ちちゃうぐらいになっちゃってるので、まあ、そういう時はですね、こういう紐をギュッて縛って履いてるんですが、まあ、それやったらなんとか落ちないんですけども、紐をしてないとズボンが
ズボンと落ちてしまうので、まあ、その辺は気をつけてます。で次がですね、生地が伸びないっていうことになってて、この生地がですね全く生地が伸びないんですけども、まあそれもそのはずなんですけど、まあ、生地がですねナイロンという生地を使ってて、まあ、ナイロンという生地が全く伸びないので、まあ、これも同様に伸びないんですが、一番最初言ったみたいにイージーパンツって言ってるのに伸びひんって全然イージーじゃないやんけっていう感じなんですけども、まあ、それはですねサイズ感でちょっとまあイージーにしていくしかないかなって、まあ僕個人的には思ってるので、今回 XL を購入したっていう流れになってて、まあ、全然 L サイズでもゆったりしたシルエットではあるんですけど、まあ、いかんせんやっぱり生地が伸びないので、まあ、例えば家とか部屋とかで着てる時とかにこう足ギュッと上げた時に引っかかったりするのがちょっと嫌やなと思ったんで、もう一番大きいサイズで着用しようと思ってこれを購入したんですけども、基本的にイージーパンツって言ったら、例えばポリエステルのものであったり、あとスウェットとかのものであったりすると履いてても結構伸縮性があったりして伸びるので履いてて楽やと思うんですけど、まあ、これに関しては伸縮性は全くないので、サイズ感でまあゆったり着るっていうのが一番楽に履けるとは思うんですけども、それこそサイズをジャストサイズとかで履いちゃうと、まあ、見た目は綺麗なんですけども、まあ、そんなに楽な感じではないようになってしまうのかなと思いますので、まあ、サイズはどういう風に着たいかによってちょっと変わってはくると思うんですけども、まあ、大人のイージーパンツを求めてはる方であればサイズを上げた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、というのがですね、まあ、一応特徴的な部分かなとは思うんですけども、まあ、僕もこれ喋ってて思うのが、これいつ履くんやろうなっていうのがちょっと僕の中でもあんまりわからんくて、まあ、基本的にはやっぱ夏場ってショーツのこういうタイプのパンツを履くことが僕自身は多いので、こういう長いタイプのパンツっていうのはあくまでもやっぱりこういうショーツが苦手な方とかもいらっしゃると思うので、そういう方であれば全然いいとは思うんですけども、基本的にショーツ履く方ってあんまり長いパンツ履くの少ないと思うので、そうなってくるとこの出番は結構少ないかなと思いますので、まあ、春先とかあと秋とかは履けるとは思うんですけども、やっぱり冬場になってくると生地感はめちゃくちゃ薄くて、これとほぼ同じような質感になってるので、真冬ってなってくると結構寒いとは思いますので、まあ、冬とかっていうよりかは春秋にぴったりな質感かなという感じでは思います。まあ、ということでおすすめな方っていうのはですね、やっぱりこういうショーツのパンツを履かないっていう方はこういうパンツはおすすめやと思いますし、本当にその撥水の加工とかもついてるので、例えばこうやってこれでキャンプ行ったりとかした時とかでも濡れても多少やったら大丈夫やったりしますし、でさらに持ち運びも楽なので、まあ、キャンプでお泊まりがあった際とかにも一応この着替えとして持っていけるってことになってて、まあ、もしかしたらその一緒に行ってるキャンパーの中でも、まあ、着替えでお前バーサタイル履いてるのがシャレてるやんけっていう雰囲気になるかもしれないという感じになってるので、まあ、そういう方には春から夏も秋も履ける結構長く履けるようなパンツやと思うんですけども、まあ、僕みたいにショーツをメインで履く方は、まあ、春先とか秋口っていうのがメインの履き方になってくるのかなと今の段階では思います。まあ、実際履いていくとどうなっていくのかわからないんですけど、今の段階ではちょっと使い方がどうやって使っていくのかがわからないという感じになっております。ではですね、最後はサイズを見てもらって終わりにしたいんですけども、僕が178センチでウエストが76センチで XL を着用してます。でちなみにウエストに関してはだいぶ大きいので、いつもノースウェイスのパンツは M サイズがウエストはちょうどいいんですけども、これはちょっとだいぶでかいっていう感じなんですが、紐をしっかり締めて着用しているという流れになっております。ではですね、本日はノースフェイスのバーサタイルパンツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。